皆さんこんにちは。ご視聴いただきありがとうございます。今回はプレネランキング、クラシックモデルのステンレスモデル、デイトジャスト編をお送りしてまいります。デイトジャストは文字盤、ブレス、ベゼルの組み合わせが多いので、デイトジャストだけをまとめて発表することにいたします。デイトジャストの場合、買取額を公表していないお店が多いため、買取最高値は調査できたモデルだけを載せております。またスムースジュビリーとフルーテッドオイスターにつきましては、玉数が少なく、プレネのブレ幅が大きいので、対象外としております。スムースオイスターとフルーテッドジュビリーが対象となります。さて、プロフェッショナルモデルの爆上げ具合が半端ないですが、デイトジャストも最近は正規店で見ることが全くなくなりました。それに伴いまして、デイトジャストも全てのモデルでプレネとなっております。人気の文字盤は果たしてどうなったでしょうか。では行ってみましょう。15位から参ります。15位はデイトジャスト41126300ブラック文字盤になります。定価は874,500円のところ、新品最安値は121,200円、プレネ率は 138.6% でした。スムースオイスターの定番モデルのブラック文字盤ですら高いプレネ率となっております。スムースオイスターは全体的にそこまでプレネがついているわけではありませんので、正規店ではまだ買いやすいのではないかと思います。初めてロレックスを購入することを検討している方におすすめのモデルです。14位は、デイトジャスト41126300シルバー文字盤になります。定価は874,500円のところ、新品最安は1248,000円。プレネ率は 142.7% でした。13位は、デイトジャスト41126300ブルー文字盤になります。定価は874,500円のところ、新品最安値は125,500円。プレネ率は 143.5% でした。12位は、デイトジャスト41126334ハズーロブルー文字盤になります。定価は113,800円のところ、新品最安値は165,000円。プレネ率は 145.9% でした。アズーロブルーはブルーよりも少し明るいブルーになります。おしゃれな文字盤で人気が高いためランクインとなりました。11位は、デイトジャスト41126300ホワイト文字盤になります。定価は874,500円のところ、新品最安は129,900円。プレネ率は 148.6% でした。10位は、デイトジャスト41126300スレートローマ文字盤になります。定価は874,500円のところ、新品最安は1328,000円。プレネ率は 151.9% でした。こちらは買取最高値も分かりましたのでお伝えいたします。買取最高値は105,000円。リセール率は 120.1% でした。41mm のスムースオイスターで1位だったのはスレートローマーでした。9位は、デイトジャスト36126200スレートローマ文字盤になります。定価は804,100円のところ、新品最安値は1234,500円。プレネ率は 153.5% でした。36mm のスレートローマ文字盤は2021年の新作文字盤となります。非常に人気の文字盤となっておりますが、36mm の方は他に人気文字盤があるため、このランクとなりました。8位は、デイトジャスト36126234スレートローマ文字盤になります。定価は968,000円のところ、新品最安は1498,000円。プレネ率は 154.8% でした。7位は、デイトジャスト41126334ホワイト文字盤になります。定価は1138,000円のところ、新品最安は1780,000円。プレネ率は 157.4% でした。王道である 41mm のフルーテッドジュビリーはどの文字盤もかなり人気でした。41mm のフルーテッドジュビリーは正規店で入手しづらいかもしれません。6位は、デイトジャスト41126334グレー文字盤になります。定価は113,800円のところ、新品最安は178,000円。プレネ率は 157.4% でした。5位は、デイトジャスト36126200フルーテッド文字盤になります。定価は804,100円のところ、新品最安は1279,000円。プレネ率は 159.1% でした。2021年の新作文字盤であるフルーテッドモチーフがランクインです。36mm の中では2位となりました。4位は、デイトジャスト36126234フルーテッド文字盤になります。
定価は96万8000円のところ、新品最安は155万1000円。プレネ率は 160.2% でした。スムースオイスターに続いてフルーテッドジュビリーがランクインです。フルーテッドモチーフは昨年の新作文字盤のため、やはり人気がありますね。いよいよベスト3の発表です。3位は、デイトジャスト41-126334スレートローマ文字盤になります。定価は113万800円のところ、新品最安は201万9900円。プレネ率は 178.6% でした。こちらは買取最高値も分かりましたのでお伝えいたします。買取最高値は140万円。リセール率は 123.8% でした。41ミリのフルーテッドジュビリーの中で堂々の1位だったのはスレートローマでした。41ミリの方はパームモチーフやフルーテッドモチーフがないため、この組み合わせが一番人気のようです。かっこいいですね。正規店ではなかなか出てこないと思います。2位は、デイトジャスト36-126234パーム文字盤になります。定価は96万8000円のところ、新品最安は195万2000円。プレネ率は 201.6% でした。2021年の新作文字盤であるパームモチーフがランクインです。定価の2倍以上のプレネがついておりまして、とんでもない人気であることがわかります。正規店での購入はプロフェッショナルモデル並みに難しいと言えるでしょう。そして1位は、デイトジャスト36-126200パーム文字盤になります。定価は80万4100円のところ、新品最安は167万円。プレネ率は 207.7% でした。スムースオイスターのパームモチーフが全てのデイトジャストの頂点に立ちました。プレネとしてはフルーテッドジュビリーの方がついておりますけれども、スムースオイスターの方が定価が安いので、率としてはこちらが1位となっております。いずれにしてもパームモチーフがダントツ人気ということですね。デイトジャストで定価の2倍以上のプレネがついているというのはちょっと異常です。サブマリーナーよりも入手難易度としては上かもしれません。狙っている方はある程度のマラソンを覚悟する必要があると思います。以上、プレネランキング。クラシックモデル、ステンレスのデイトジャスト編をお送りいたしました。15位から11位はこちら。しばらく映します。最下位からプレネ率が 100% を上回っております。デイトジャストもものすごいことになってまいりました。続いて10位から1位はこちら。しばらく映します。やはり人気のパーム、スレートローマ、フルーテッドが上位を独占という形になりました。中でもパームモチーフダイヤルが飛び抜けております。去年の新作文字盤を中心に正規店で入手しづらい状況が続くものと思われます。文字盤にこだわるとなかなか出てこないかもしれませんね。次回のランキングは2週間後にお届け予定です。次回を楽しみにお待ちください。最後までご視聴いただきありがとうございました。